当時マルチメディアという言葉が流行ってて、はい、CD-ROM でインタラクティブソフトみたいなのが出てたんですけど、 そういった作品もやられてたんです。はい、そうです。音楽の活動した頃から、まあ、はい、同じそのコンピューターをベースにして作るっていう土台はありましたので、はい、うん、コンピューター上で絵を作る人、映像を作る人で、僕は音楽を作る人っていう感じで、はいはい、そういうコラボレーションの方がなんかこう面白かったので、そういうこう流れのままこう90年に突入したので、はい、なのでマルチメディアとかインタラクティブって新しいテーマが出てきた時に、はい、これだと。なるほどなるほど。すごく思ったんです。実際にそのパラッパが完成して、はい、多くのその当時のスタッフの方がこれはゲームじゃないだろうと。ああ、そうですか。はい、自分でもよく分からなかったんです。パラッパの後いろんな、ね、音楽系のヒット作品が続いたのも、それは他のクリエイターを刺激したからだと思うんですけども、一番最初はやっぱり周りの人もちょっと理解できない、これどう扱っていいか分からないっていうことだったんですね。ユーザーの皆さんはパラッパはゲームなんだというふうにこうはっきりそう、はい、認識していただいたっていうところが、はいはい、結果的に僕がそのゲーム業界に来る。あ、パラッパが出た後にゲームを作るのは面白いなと。そうです。その明るく楽しく笑えるような気持ちになるものっていうのは、はい、なぜか表現の世界の中では軽んじられるんですよ、はい、でこれは割と根の深い問題だなといつも思っていて、はい、でなのでなんかそのパラッパを作るときに、はい、なんかプレイした人が全員こう笑顔になるみたい なんかそういうものにしたいっていうのは多くのスタッフに共通した意識でした。PS4 for the players.